投票率を上げるためにはどうすればいいでしょうか。れいわ新選組代表山本太郎でございます。皆さんからのご質問にお答えをしております。投票率を上げるためには何をすべきかというよりも、投票率を上げるためには何が効果的かと聞かれると、自民党がやっている方法が一番でしょうね。総理大臣からでございますと、封筒に数十万円入れて渡すことですね。ね、そんなことはやっちゃいけませんよ。やっちゃいけないからこそこれルールでね、規制されるはずなんですけど、今の政治の中では一部の地域においてはそれも今も続いちゃってるってことですね。例えばですけど、今ここで私がフリードリンク、ね、あのフリーフード用意してますんで、皆さん食べていってください、お持ち帰りしていただいてもいいですよみたいなね、こんなと芸能人来ますんでねみたいなね、催し物開いたとしたら、多分私への物の見方変えますよね。山本太郎嫌いやなと思ってたけど、あいつなんか今日あったけど、なかなかまあ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 前よりは評価してるかなみたいな態度に変わっていきますよね。だからそういう買収やっちゃいけないんですよ。だからやっちゃいけないんです。でもやり続けてるんです。そういうことではやっぱりまずいだろうと。じゃあ この投票率上げていくためには何をしたらいいかってことなんですけど、これね、特効薬ないです。特効薬ない。この国に生きる人々、つまりはこの国の本当のオーナーが政治を動かせる、政治を動かすためには自分の力が必要だっていうことに多くの方々が思い出したとき、それを実行するっていう気持ちになったときに、この国変わるんだろうと思うんです。じゃなかったら、何か風が吹いた、報道が多くなされたってことでね、何かしらいいもんに見えてそっち側に流されて、それってコントロールしてるの誰ですかって言ったらテレビとかでしょ。でもテレビって誰の持ち物ですかって考えたら、これ資本家のものですから。ただでテレビ見てる皆さんに対して公正な報道なんてするわけないじゃないですか。冷静に考えてくださいよ。企業は何十億何百億っていう広告宣伝料払って、広告枠買い取った上に、自分たちでそういうような社会を作っていってるわけでしょ。イメージをテレビから垂れ流されることに対して価値があるものなんて少ないですよ。唯一正直な報道してるのは天気予報ぐらいかな、外れるけどっていう話ですね。はい、なので何かしらを行った上で投票率が上がっていくっていうことはなかなか難しいだろうと。やっぱりこの国のオーナーの意識が戻らなきゃ難しいと思います。そこに対して何か聞こえのいいことだけ言ってもなかなか難しいだろうなと思います。難しい問題ですね。 50% のオーナーが議決に参加しないなんてもったいない。社会なんて変えられるんですよ。そのためのルールなんだから。地獄みたいな社会これまで作っといてね、10代から20代30代までの死ぬ原因の1位自殺みたいな、先進国のどの国よりもトップっていうのを地獄みたいな社会にしておいて、子供たちもいじめがなくなりません、当たり前やん、大人の社会もいじめだらけやねんからみたいな地獄の社会にしておいて、経済的にもね、みんなもう転がり落ちるような状況にされちゃってるのに、生活苦しいって言ってる人たち全世帯の 54% で、母子世帯 86% まで生活苦しいような壊れた国になってるのに、そこを変えられるのは政治だけなんだ。政治でしか変えられない。はっきり言えば政治によって作られるんだから、この世のルールのほとんどが。そのルールの外には出れないように作られてる。だったらそのルール変えてやろうぜ。こんな単純なシンプルなゲームないんですよ。だからやってんです。必ず負ける勝負だったらやらない。だってもうしょうがないやん。どうしても負けるって言うんだったら私自分の人生戻りますよ。でもこれは一人一人がこの国コントロールできるんだっていうことに戻れば変えられるゲームなんですよ。だったらそこかけるでしょ。芸能人やってる場合じゃないんですよ。みんなと力合わせて社会変えられるなんてこんな大きなドラマないでしょ。実際にそれができるんだったらこんなに愉快なことはない。何よりも生きててよかったって社会にしたいもん。一緒に作りたい、一緒にやりたいんです。頼んだぞ、投票したからあとはよろしくなじゃまずいんですね。だって手のひら返すのが政治家なわけでしょ。私は裏切るつもりはない。令和新選組として裏切らせるつもりもない。そんな気持ちだったらこんなことやってない。でも皆さんには全ての政党全ての政治家を疑う必要があるとお伝えしたい。それは山本太郎でも令和新選組でも、たとえ支持をしてくださったとしても全幅の信頼っていうものは寄せちゃいけない。それが政治と
その国のオーナーとの関係性なんですよ。応援していただく、思いっきり背中を押していただくってことはやっていただきたいけれども、 100% 信頼するっていうのは宗教じゃないんだからダメです。アイドルじゃないんだからダメなんですよ。そういう関係性の中でこの国を一緒に変えていくっていうことをやっていきたい。そのために旗揚げをしたのが令和新選組でございます。いきなり何の話かわからないって方もいらっしゃると思います。私山本太郎が令和新選組2019年に旗揚げをして3年の間に5人の国会議員が誕生しました。裏には大企業も宗教も労働組合もついてない。つまりはこの輪を広げたのは一人一人の人々なんです。自分から友達に、自分から家族に、周りに、あなた一人から横に広げることによってこの輪は大きくなっていった。これを一番恐れているのは永田町です。そりゃそうでしょう。議員の作り方、選挙のやり方なんて皆さんご存じないでしょ。社会を変えるためのツールは皆さんには知らされない。企業や宗教やそういったものの中だけに閉じ込められてきた。それをみんなでシェアしていきながらその拡大していくってことを私たちやりたいんですね。なんとか力を合わせてこの国をより良くしていきたい。私たちにはその処方箋がある。